あなたは英語のアルファベット26文字正しく発音できていますか？アルファベットはですね、簡単だと思う方もですね、このビデオを機にもう一度確かめてみてくださいね。このビデオでは日本人にとって難しい発音もできるようになれる秘訣をシェアしたいと思います。Hey guys, Lynn from Ego Momentum here. Welcome back to my channel. If this is the first time we're meeting, thank you so much for stopping by. The goal of this channel is to help English learners, especially the beginners, to feel comfortable and confident in speaking English. アルファベット26文字の発音って英語を習い始めた時に習って以来ですね、わざわざ練習する人はほとんどいないと思います。でも実際の会話の中ではアルファベットの発音が必要になる時が結構あるんです。例えば名前を聞かれた時にスペルを教えてくださいと言われますよね。そして住所、場所やお店、メーカーの名前など聞かれた時にですね、間違いのないように伝えられるようになりましょう。スペルを言う時に相手に分かってもらいやすいコツを知りたい方は最後まで見てくださいね。ではまずは英語のアルファベットを正しく発音できるために知っておきたいポイントを見てみたいと思います。一つ目はですね、実際に発生する日本語と違って、英語は息の音が多いということです。例えば K の K という音、そして F の F という音は両方とも息の音ですよね。次なんですけども、日本語の50音は全部母音で終わっていますが、英語のアルファベットは全部母音で、終わっているとは限りません。例えば先ほどの F なんですけども、F というのは子音ですよね。3つ目のポイントですが、一つ一つのアルファベットには母音と子音があります。子音よりも母音の方を強調して発音しますと、より正しくネイティブらしく聞こえます。次は口の形、動かし方に注意を払うことです。日本語はあまり口を動かさなくても話せる言葉なんですけども、それと違って英語は口周りの筋肉をよく使います。そしてベロの位置、ベロの位置によって発音が違ってきますので、ベロの位置をしっかり押さえておくと、発音が正しく聞こえます。最後はローマ字で発音の振り仮名をつけないことです。この6つのポイントを押さえてアルファベット一つ一つを見ていきましょう。 A はですね、 A という母音とえという母音の二重母音からできています。この場合は最初の母音を強く発音します。そして顎をしっかり下げて戻します。ローマ字読みのえと、違うの聞き取れますか？ですね。B は、B という子音と E と長く伸ばす母音からできています。 B の発音なんですけども、上唇と下唇を閉じて開ける B というふうになります。 B E BB ですね。 C は、子音 S の音 S と先ほどの、母音 E でできています。ローマ字読みの C と違うのは、C という時はですね、ベロの位置がこんな感じで、リラックスしています。ですが、という音は、ベロを少し前に出して息を押し出す感じで、出します。ですね。 D は D
というシーンと、いいという母音からできています。での発音なんですけども、口の中の、上のところにですね、ベロをタッチして、下ろす感じです。で、で、で、いい、じ、じですね。いい、いい、いい、いいですね。F、F は、えという母音と、f という子音からできています。顎をしっかり下げて戻した時に、上の歯が下の唇に軽くタッチする感じです。F、F ですね。下唇を噛むと習った人もいるかもしれませんが、そうするととても発音しづらいので、噛むのではなく軽くタッチする感じです。というふうにですね。G、G は、Z という子音と、E という母音からできています。Z の発音なんですけども、この口の形に気をつけてください。ローマ字読みの G ではなく、Z、E、G、G になります。H、H は、A、一つ目のアルファベット、A と、という子音からできています。A は、しっかり顎を下げて戻すんですよね。そして、ch という子音なんですけども、口の形に気をつけてください。h、h になります。i、i は、また二重母音なんですけども、あという母音とえという母音でできています。えーと同じようにですね、顎をしっかり下げます。日本語の愛、ラブの愛よりもですね、顎をずっと下に下げます。愛、愛ですね。 J、 J は、G の子音と同じ J と、A という、母音からできています。ですので、口の形に注意して J という音を発音しましょう。 J、 A、 J、 J ですね。 K、 K は、クという息の音と、A という母音からできています。クの、発音なんですけども、ベロの付け根をですね、少し上に上げて息を吐き出す感じです。ク、ク、A、K、K になります。L、 L は、えという母音と、おという子音からできています。顎をしっかり下げて、えという母音を発音します。そして戻ってきた時にですね、ベロの先が前歯の後ろにタッチします。L、L ですね。M、 M も、L と同じ母音、A という母音、そして、という子音でできています。同じように顎をしっかり下げて、戻った時に唇が合わさって、息が鼻腔から出る感じです。M、 M ですね。N、N
は am とすごく似てるんですけども、顎をしっかり下げて a という母音を発音します。そして戻ってきた時にベロが口の上にタッチした位置で止まって息が鼻腔から出る感じになります。 and ですね。 oh は母音そのものでできています。ここで注意したいのは、ローマ字読みの o ではなく o、 口を丸めます。 oO ですね。 P P は P という子音と E という母音でできています。 P の P は、B の B と同じなんですけども、P はですね無声音です。ですので声ではなく息の音になります。同じように、唇を合わせて開けます。プップ、ここに、手を置きますと、息を感じると思います。プップップ、イーピーピーですね。キューキューは K の音と、Y の音、Y、そして母音の U という音からできています。E と U で、U、あなたの U と同じ発音になりますので、K という音と U という音から、できているということですね。K は、ベロの付け根を少し上に上げて息を吐き出すように発音するんですよね。 K U K U Q Q ですね。 R R はですね、日本人が苦手とする発音なんですけども、顎をしっかり下げます。そして、戻ってきた時にですね、ベロを後ろに引くと、っていう音が出るんです。R は巻き舌だというふうに教わっているかもしれませんが、巻くんではなく引くんです。R R ですね。S S は、A という母音と S という、子音からできています。 S は、C の S と同じなんですけども、ベロをですね、少し前に出して息を押し出す感じで出します。 S S Aという感じですね。 T T は D の D と同じ発音の仕方なんですけども、口の上をベロでタッチして戻す。ですが D と違ってですね、 T は無声音ですので息の音になります。 T T ですね。 T ET T というふうになります。U U は、先ほど言ったように Y という子音と U という、母音からできています。口をですね、少し突き出します。U U ですね。VV は V という子音と E という母音からできています。 F の F と同じように、上の歯を下の、唇にですね軽くタッチします。でもこの場合は、有声音になりますので音をしっかり出します。 V ですね。 V E V
V になります。W はですね、W という3つの音節からできています。単語で覚えるとしますと、ダブルのダブルに、あなたの U が合わさった感じになります。W L の音はほとんど聞こえません。W ですね。X は、という、母音とですね、K と S の子音からできています。2つの子音が続いたものを子音ブレンドというんですけども、この場合は、という子音ブレンドが A という母音の後に続いています。 X になります。 Y はですね、 W という子音と I、私の I という母音からできています。わという時にですね、唇を丸めて開けた時にですね、音を発する感じです。そしてあーいという時はしっかり顎を下げるのを忘れないでください。わあーい、わーい、わーいですね。 Z は、Z という、子音とE という母音からできています。 Z の発音は、S の S という発音と、同じなんですけども、Z は有声音ですので、音をしっかり出します。ローマ字読みですと G になるんですけども、 G ですと、ベロがこんな感じでリラックスしてますので、それを少し前に持ってきて押し出す感じでしたよね。 ZE, Z, E, Z, Z になります。では最初から一通り言ってみましょう。後について練習してみてくださいね。 A, B, C, D, EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,Z. Good job. ではスペルを聞かれた時に相手に分かりやすいように伝えるコツなんですけども、アルファベットを3つで区切って最後のアルファベットを強く発音します。例えば名前でしたら BEN JAM IN Benjamin。 通りの名前でしたらF-I-F-T-H Fifth。 レストランの名前でしたら B-O-S-T-O-N P-I-Z-Z-A Boston Pizza。 メーカーの名前でしたら T-O-Y
TOTA Toyota 単語ですと RELLY Really 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 ということで、アルファベットを3つに区切って最後のアルファベットを強く発音しますと相手に伝わりやすくなります。このビデオ役に立ったでしょうか？参考になったという方はですね、Thumbs up をクリックして教えてくれると嬉しいです。こんな動画もあったら役に立つというものがありましたら、下のコメント欄にコメントしてください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をして横のベルもオンにしてください。そしてお友達や周りの方にもシェアしてくれるとすごく嬉しいです。Alright, that's about it for today's video. Thank you so much for staying until the very end. I really appreciate your time. Let's keep the momentum, and I'll see you guys in my next video. Bye!